ジャクソン・ブルワリーの外観、ジャクソン・ブルワリーは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズのフレンチクオーターに位置する建造物の名称である。もともとは、その名の通りビールの醸造所であったが、現在では、ショッピングセンターとして、観光名所の一つに数えられている。通称ジャックス・ブルワリーとも称される。1891年。 ドイツ人建築家のディートリッヒ・アインジーデルによって建設され、ローレンス・ファブカーによって創業が開始された。ブルワリーはジャックスブランドのビールを生産し、年間45万タルのビールを製造する南部最大規模のブルワリーに成長した。1920年代から30年代にかけての禁酒法時代にはビールの製造を停止し、代わりにルートビアを製造することで創業を続けた。 1970年代半ばになると、大手ビールメーカーとの競争激化により経営が悪化し、ファブカー家はブルワリーをマイスターブロイへ売却。その5年後に、ジャクソン・ブルワリーは破産を宣言した。以後7年ほど、ジャクソン・ブルワリーの建物は使用されることなく、放置されたものの、その後、ショッピングセンターとして再開。現在も土産店、バー、レストラン、 ブティックなどが入店し、営業している。また、2階には、ブルワリ時代の歴史を紹介する、博物館も設置している。ありがとうございます。